よろしくお願いします。お願いします。吉村選手、開幕から、はい、スタートで出続けてて、まあ、チームへの、貢献度もすごく高く、プレーしてるなと見てるんですけど、はい、自身の、今の評価はどうですか？まあ、そうですね、6試合終わって、まあ、自分のやれることはできてるのかなっていう感想です、とりあえず。まあ、その中でも、今チームは6試合終わって4試合負けなし、はい、で2試合連続無失点という、はい、状況ですけど、それはプラスに捉えてますか？それ、まあ、なかなか勝ちが来てないんですけど、まあ、そうですね、4戦負けなしなんですけど、まあ、やっぱり1勝しかできてないっていうところは、まあ、全然満足できてないところではあるんですけど、2試合連続で無失点っていうところだけ見れば、まあ、守備陣、まあ、もちろん11人なんですけど、そこは、まあ、その哲平さんとか浩太とか岡君と話して、うん、まあ、これは継続してできるようにしていこうという話はしている。そこはポジティブに捉えています。今おっしゃったように、まあ、少しずつこうチームの状態も良くなっているのかなという印象なんですけど、はい、まあ、チームの雰囲気はどうですか？まあ、年近いんで、みんな、まあ、なんていうの、もういい、良すぎるぐらいですよね、うん、みんな元気で、ワイワイやるんで、うん、まあ、今言ったように、キーパーのトレーニング見てても、すごく、まあ、お互いこう高め合いながら、いい声、すごい出てるなっていう感じなんですけど、そのキーパーのトレーニングのこう雰囲気も、どうですか？まあ、やっぱり、ずっと集中してやっちゃうと、まあ、きついだけになっちゃうんで、まあ、そこは、まあ、僕キーパーで一番上なんで、なんかちょっと抜けるようにじゃないですけど、その休憩の時はちょっとなんか誰かいじったりして、うん、でちょっと笑い、うん、まあ、笑って練習楽しくできるようにっていうのはちょっと心がけてはいます。まあ、外から見ててすごくそのような感じなんですけど、まあ、年が近いのもかなり大きかったりするんですか？そういうの。そうですね、もうなんかあんま先輩後輩がいい意味でない感じもするので、うん、まあ、別に全然下からいじられるのも全然そんな苦じゃないんで、まあ、そういう面ではこうも勇気も優也も来るんで、うん、まあ全然楽しく練習できます。うん、で、まあ、J1 のビッグクラブヴィッセルから今年来たんですけど、まあ、そこでの経験、まあ、いろんな選手を見てきたと思うんですけど、まあ、そういったビッグクラブのレベルと、まあ、ここの J2、はい、ギラバンツの選手もそうだし、まあ、J2 というカテゴリーのチーム、そこの差っていうのはどういうところを感じますか？一人一人のこう、まあ、例えばシュートのフォワードのシュートの距離というか、はい、まあ、自分選手の時に感じたのは、はい、ペナソトとかでもすごい、威力のあるシュートを枠にどんどんこう、はい、打ってくる、シュート範囲がすごく広いなっていう印象なんですけど、まあ、そういったところ、まあ、確かにシュートはめちゃくちゃうまいですね。そうですね、なんか練習終わった後にシュート練習、うん、まあ、よくやってたんですけど、神戸行った時、まあ入りますね。まあそういった経験ってなかなかね、ここにいる選手も少ない選手が多いので、はい、まあ、そういったことをどんどんこう言っていってほしいなとかもあるし、うん、まあ、伝えていってほしいなってあるんですよね。で、まあ、吉村選手は足元のところ、はい、まあ、キーパーとしてのセービングとかでも、まあ、もちろんそうなんですけど、そういったビルドアップのところ、はい、フィードのところっていうのはやっぱり自信はあるのかなと思いますけど、神戸でやってきたとこなんで、まあ、そのあんまり試合に出る機会がなかったんで、その試合に出た時に周り見えなくて、結構練習でできてるけど試合でできないっていう感覚はずっとあって、まあでもこっちに来て今出続けられてる状況の中でやっぱり、まあ、その慣れじゃないですけど、なんか見えてなかったものが見えてきてるっていう感覚はあるので、なんかいつも通り練習でやってることが試合でも出る、うん、っていう感覚がめちゃくちゃあるんで、やってて楽しいですよ。今年開幕からスタートで出るっていうのが初めてですか？はい、
そうですね。じゃあこうやって、今プレーしていることはすごくこう充実感がある感じですか？そうです。もう楽しいですね、まさか。で、それがどんどん自信にも変わっていってる感じですか？はい、まあ、試合でやれてることも、やれてることがやっぱり大きいですね。うん、そういった中で、まあ、ビッグセーブした時とかもそうですし、すごい、まあ、外から見てて、コーチングも、なんか試合を重ねるごとに強く言っていっているなとかもあるんですけど、はい、そういうのもやっぱ影響するものなんですか？自信とかにこうつながっているのかなと思うんですけど、まあ、結構気になったことは言うようにしてるんですけど、まあ、やっぱ声が通りにくい声なんで、まあそこはめちゃめちゃ工夫してるとこなんですけど、やっぱわーわー言っても自分の声ってやっぱ通らないんで、本当に聞こえる時に言ったりとか、あとはもうなんかその強弱っていうのは意識したりはしてますね。ビルドアップの時はどういうことを意識します？まあ吉村選手がボールを受けて、はい、そこからなんか常にこう余裕を持って奥の方とか見れてるなって思うんですけど、まあ、新次さんからも言われているのはやっぱり逆のこう左から来てる時は右のサイドバックがまあ空くシステムに北九州はなってるので、まあ、そこは見てほしい。あと低くて速いボール、まあ、そこはまあ、低くて速いボールだったら多分相手も取れないっていう感じもあるので、まあ、そこは常に見てるところではあります。さっきもおっしゃってたんですけど、神戸でやってたサッカーと、はい、まあ、キーパーもそうやってポジションに関わるっていうのは、はい、ところでは一緒かなと思うんですけど、はい、すごくスムーズにじゃあ北九州に来てから入るって感じですか？そうですね、割となんかポジションに関してはなんか難しいなっていう感じもなくスムーズにできてると思います。そこはすごく、まあ、見てても感じるし、まあ、チームにとっても大きいなって思うんですけど、まあ、今後、これから今2試合連続無失点、それをどうにか勝ちにつなげていってほしいなと思うんですけど、まあ、次、甲府も、レベルがすごく高いんですけど、まあ、どういったところを気をつけていきますか？まあ、やっぱり先に失点してしまうと、まあ、ゲーム的に厳しくなってしまうので、まあ、厳しい我慢する時間帯というのは絶対来ると思うので、そこはもうディフェンスライン中心に守って、その時間帯ゼロで抑えてくれたらやっぱり攻撃には自信あるチームなので、まあ、1個のチャンスは絶対来ると思ってるんで、まあ、まあ山形の時もチャンスは 2,3 回はあったと思うんで、まあ、そこを決めきれれば多分勝ててた試合だったので、そうですね、まあ、甲府戦も山形のように我慢する時間帯もあると思うんですけど、そこはもうちゃんとゼロで抑えれるように頑張りたいと思います。それでは最後に次節に向けて意気込みをお願いします。まあ、今4戦負けなしで来てて、まあ、チームもすごくいい雰囲気で来てると思うんで、次の試合は勝てるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。